まだ先発ローテ入ってないスクリュー覚えたての、はいはいはい、延長10回から僕投げ始めたんです、うん、で延長15回に0対0のまま、まあ、0対0っていうか、まあ、同点のまま延長15回まで行ったと時に僕ね敵地でノアと周りのピンチ作って、うん、まだ終わってないって珍しく怒ったんですよ、うん、あの温厚なアイクさんが、はいはいはい、僕はもうね15回ぐらいノーアウト満塁もうダメだと思うでしょ、うん、もう正直すいませんって言っちゃったんだけど、うん、あそうかそうかまだ試合終了じゃないやと思って投球を取り直してねファーストフライ三振センターフライで切り抜けて、うんうん、18回まで投げたんですよ、うん、18回でサスペンデッドになったんですけど、はいはい、あれでなんかチーム内ですごくあもうこれからこいつローテーションで使おうっていうあそういうきっかけがあったんだね。